えっと、では、ちょっとこの先入出される方の、方の音をいらせていただいて、はい。では、皆さんすみません。あの、開始が遅れてしまったんですが、あの、本日お忙しい中、あの、このウェビナーをご視聴いただきありがとうございます。えっとですね、TGK ワークショップウェビナーシリーズ2022年9月30日、もう9月も終わるんですね。はい、えっと、ちょっとね、人気の、大変前回も公表いただいたんですが、えっと、再び、 実施させていただきます卒業生ですね卒業生の滝沢真美さんも語る学芸国際中学高校の魅力とは入試対策も教えますと題しましてえっと1時間お時間いただいてるのかなあの1時間以内にあのしっかりお伝えできるようにさせていただきたいと思いますちょっとねあの今までなかったんですけどちょっと学芸国際あの集団面接のね対策今までちょっと手薄だったんですけどあの リクエストにお答えしてですね、あの、つく、作ったので、えっと、集団面接対策講座のご紹介なんかも織り交わせつつ、えっと、この部分だけでもお役に立てるように進めたいと思います。ありがとうございます。では、早速、今日の内容です。我々の自己紹介をして上で、えっと、 滝沢がですね、あの、卒業生なので、6年間で感じた学校の魅力をですね、ちょっと前回公表の内容で問い合わせもいっぱいいただいたので、こちょっとパワーアップしてお送りしつつ、えっと、じゃあ、そのね、学校に、あの、入りたいと思った時に、どういうね、こう、受験対策をするかを、実際の、あの、滝沢が担当した、あの、A 方式受験で合格した昨年生との例を用いてお話しさせていただきます。えっと、ご質問にですね、答えつつ、あの、事前にいただいているご質問もあります画面の右下に映っている QR コードが2つ あるんですがこの左の LINE のアイコンが入っている QR コードをこうスマートフォンのカメラ機能などで撮影していただくと、我々のコーポレート LINE につながるので、そこで、ね、質問を送っていただければ、ライブでお答えできるかなと思います。で、これを1つ,つですね、ちょっと質問を受け付けながら、えっと、今回ね、この受験対策。 伊沢がご紹介するのは、ペーパーテストの試験対策ですね、エッセイの対策をお話しさせていただくんですが、さ、え、ら、っと、にこうあの、今回新たに始めた試みとしての、集団面接がある学校なので、集団面接講座のご紹介なんかもさせていただきたいと思います。ちょっとすごいしゃべってますが、というわけで後編者についてですね、まあ、TCK ワークショップの会社を簡単に紹介させてください。我々はサードカルチャーキッズという 複数の文化言語をまたぎながら育つお子様のサードカルチャーキッズっていう名称の頭文字を取って TCK ワークショップという塾です。一言で言うとあのオンラインの家庭教師塾で主にですね1対1で、えっと、インターネットさえあればあの世界中どこでも受けられる質の高い家庭教師塾を目指しております。えっと、コンセプトとしては我々あの 元帰国生ですね大人になった帰国生の講師も多いんですけどあとねあのインターナショナルスクール育ちとかダブルとかハーフとかこういろんな、まあ、の文化言語の狭間で育って大人になったものがあの多く先生をしているんですが、まあ、我々が小さい頃、まあ、こんなものがあったらよかったなとかこういうパービスがあったらお父さんお母さんもあの楽だったろうなって思うものを作ろうっていう思いですとかあのあれは我々がねこの 先輩とか先生とかに助けてもらって嬉しかったなって思うものの、のサービスとしてあの確立させようという思いで作っております。なので、あの我々ニーズは様々で、今日のトピックのような受験対策っていうのはもちろん大きな柱ではあるんですけど。 受験に受験にかったらさようならっていうよりはです、ね、面談を実施してあの今までどういうふうに育たれてきてこれから向こう5年十年どんなふうに世界の中で育ってほしいとお父様お母様思われているかとかあの高校受験にもなってくるとお子様も結構意思があるのでお子様がどう思っているかとかを伺ってその,、まあ、その大きな あの、家族が選んでる、こういうふうになっていきたいっていう物語の中で、も、まあ、向こう、一、二年、三年に受験があるときは、あの、結構現実的に、これとこれとこれをこんなふうに勉強しましょうってご提案して、その塾に通われていたら、まあ、その塾でできることと、うちでやること、あの、をこう、仕分けしたりしつつ、あの、家庭教師。 をつけてます。なのでこう一人一人カリキュラムを組んであの相談に乗りながら進められるっていうのが売りかなと思っております。でちょっと割愛します。相談がある方はあのえこんなこともあの意外,意外とですねあのオックスフォード大学に奨学金付きで行きたいっていうところからですね全く今まで英語やってないんだけど初めてインターに入ることになったっていうところからですねあの日本でいきなり数学を日本の中学数学を全部復習したいからですね結構いろいろできるのでんとも ぜひご相談あのもし周りに困っているご知人ご友人がいてもぜひ一度はご相談いただければ嬉しいですいつもウェビナーから問い合わせをいただいて本当にありがとうございますで話が長いんですがえっとでと我々が今日プレゼンするのはその中のこの我々です私はと取締役ファウンダーでプレミアム講師としてまだ生徒も担当させていただいています水田と申しますと私は学芸国際はえっと ちょっともね、滝沢他講師がかなり実績を上げてくれていて、私がその一番噴からしてる先生ではもはや全くないんですけど、あの学芸国際、やっぱり、あの、なんだろうな、こう、おすすめすることが多い学校ですね、その、なんだろうな、こう、ちょっとこう、 とってもいい学校で、いろんな意味で魅力があるにもかかわらず、そのこう、あの、例えば、広学園様とか、渋谷学園幕張様みたいに、こう、誰もがこうパッと飛びつくというか、こう、すごく目について、誰もが受けたいって思う学校の、その、最初のリストに入らないことが多いんですよね。その、すごくこう、あの、もちろん中にはですね、すごく調べてらして、学芸でしょうって、こう、最初からおっしゃってる方も多いんですけど、こう、なんか、あの、 例えば、広学園に行きたい、渋谷学園も仮に行きたいっていうおっしゃってるあの生徒様と勉強していく中でもいろんな話をしたり、あるいはお問い合わせをいただいてこう、じっくり話を聞いていくと、実はそれって、疲そのものに行きたいっていうよりも、こういうものが欲しいから疲労を目指してるってことは、ここ園めっちゃいいんじゃないみたいなあのご相談することが多いかなと思ってます。実績的にはそらく7人ぐらいは、この9年であの第一志望とした人がしっかり受かって、あの中で。 進しはいあとは書いてある通りですね私自身も元帰国生でして、えー、と違う学校の中高一貫校にあの帰国枠で入って日本の大学アメリカの大学院に進んでいますえっ、ー、と滝沢さんお願いします、はい、えっ、ー、と初めましてトップクロップ トッププロ講師として現在指導させていただいている滝沢真優と申します。で、私は、あの、出身校にも書いてある通り、中学1年生の4月から高校3年生まで6年間、この東京学芸大学付属国際中等教育学校というところに通っていて、そこから、まあ、上智大学の国際教育学部に入ったっていう経歴なので、まあ、今日は自分の実体験とか、あとは、あの、 実際に指導を通して生徒の,あの合格もサポートできているので、そういった部分からあの対策についてもお伝えできればというふうに思っています。で、普段は、まあ、英語の教科をベースに英語資格の支度ですとか、帰国受験のエッセイ対策、あとリーディングとかそういったもの,の対策や現地校のサポートといったことも行っています。で、私自身もあの帰国生ではあるので、そういった帰国史上の,あの悩みとか、えっと、 まあ背景に寄り添いながら指導ができればと思って日々今頑張っております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。滝さん割と着実に合格実績出してますよね。あの、うん、学芸大そのバー上げハードル上げるなって感じですけどでもまた <laughs> あその子が受かったかっていうのが出た印象がありました。ね、はいあのまあ今年の九月もえっと去年の四月も合格はあの サポートできているかなとは思っているので、ちょっと最近の様子も伝えられるかなと思います。うん、ありがとうございます。えっとそんな2人があで塾としてはですね。あのこのような学校にあの合格実績があり、ちょっと人数割愛してるんですが、本当にあの学芸外国際は本当に毎年あの実績があるなと思って。 おりますで、りっと、これが、ね、いわゆるこう4月に入る入試の結果なんですけど、あの、滝さん申し上げたように、我々の場合ですね、やっぱ家庭教師職でこういう、あの、企業目標で、あの、教育に関わらせていただいていくと、その、こう、不良の、不良の帰国といいますか、その、予定はしていなかったけど、突然帰ることになってしまったっていうね、あの、ことも、あの、ままあるので、あの、個人的に、その、 計画できるのであれば、編入ではなく受験を強くお勧めはしたいと常に思ってはいるんですけどね、あの、こう避けられないこう移動っていうのは我々の物語の一部なので、編入の実績もございます。で、と、竹さ申し上げたように、あの、学芸大国際に関しては、編入の実績も、あの、ございます。はい。というか、あの、割とこう、安定してあります。 でですね、いつでも LINE でご相談をお問い合わせいただければ嬉しく思います。結構ね、ウェビナー見てこうご縁いただくことも毎回あるので、あのいつもありがとうございます。はい、というわけで、えっと、ちょっとねあの、学芸国際での6年間の魅力というのをですね、お話しいただきたかった、ちょっとのから学校好きだったんだろうなっていうのが、なんかこう、印象にあるので、ちょっと後半、思いっきりよろしくお願いします。はい、はい あの今回、えー、と6年間通っていてあの学校生活で特に自分の中で印象に残っている出来事とかお伝えする中でちょっと学芸国際ってどんな学校なんだろうとか、まあ、校風とかそういったことをあの、まあ、ちょっとし 私の主観にはなるんですけどお伝えできればと思っているのでこれからちょっと事件を検討されていたりとか、まあ、どんな学校なんだろうってちょっと興味持っている方とかの参考になればと思っています。で私は中1に入ったんですけれどもその時にまず一番感じたのはやっぱり校則がない学校だったのですごく自由な校風だったということですね。であのまあ 普段は私服ほんと帰国生なんで髪,が髪型髪色とかも自由だったりとかあの結構中1からちょっとメイクしてる子もいるみたいなのもあのそんなに、はい、先生たちは、まあ、めちゃめちゃ派手だと言あの先生によっては注意してる人もいたんですけれどもだけどだからといって駄目っていうことではなかったのでそこの自由な興奮っていうのはあのインターとのギャップが全然なかったなっていうのが印象的でした。 すみませんあのにわかに信じられないというか国立の出、えー、実合憲っていう <laughs> なんかこう王道感があるかつ我々私の帰国生の友達ってそれこそ,その高校に初めて行くときにあの、はい、ガムかみがながらポケットに手入れて面接行っちゃったりする、はい、の事,故事故をね起こす帰国、はい、どでと,とはいえこうど,どこら辺が。 なメイクとか、まあまあ、メイクしなくていいかど,どこら辺がこうどういうポリシーとかバウンダリーで良いいと悪いを決めるんですかです、ね、あの今実際にその私が入れた生徒さんで12の子がいらっしゃるんですけどその子も髪の毛にハイライトを入れて普通に学校に行っていたりとか私の友人もあのヒールで学校に行ってったりとかして <laughs> <敵>あのあそれをあの、えー、とヒールの音するぞみたいなことを先生が言うタイミングがあるんですけどだからといって。 あのその子は曲げないというか、まあ、みんなあのそれをやっていてそれが別にあの罰されるとかダメって言われるというかはみんなあの、まあ、自分がある子が多いっていう印象ですかね。ななんんで髪型服装はそんな うん、じゃこのサジェスチョンはされるしその言い方は日本的なものがあるかもしれないけどこう強制するものではないというかそのサジェスチョンを受けて別に私はと思えば別にそ,それで取ってしまうという、はい、<laughs> そんな形ですね。はい、滝沢さんはちなみに何かしたことあるんですかそのこう境界線に近づくようなことはあったんですかあ、えー、と私は正直そこまでなんか外,れた外れたというか ことはなかったで,すけどでもちょっとヒードのある靴パンプスみたいなので学校には行ったりとかは全然してましたね。<laughs> 素敵です。はい、ありがとうございます。すみません。ちょっと最初1行目から引っかか,かるみたいです。いみません。<laughs> ありがとうございます。で、あともう一つ印象的だったのはあの英語の授業がそもそもこうスタンダードレベルとアドバンストレベルで、あのレベル分けではされているんですけども、さらに別でこう、Learning and English というネイティブの先生が英語を使って学ぶみたいな授業が別であって、これがこう例えば英語、 で映画を見てそれをみんなで分析したりとかあのディベートをしたりとか、えっと、サイエンスを英語でしたりとかそういった授業だったのですごくこうあのただ英語を学ぶんじゃなくて英語を使ってさらにこう追求できる授業が別であるっていうのはあの魅力的だなっていうふうに思いました。で、まあ、ちょっとこう、えー、マイナスではないんですけどもちょっとギャップがあったのは、えー、とこう学芸国際って すごく近くに小学校が併設されていてそこからもう半分ぐらい入学してくるのでその小学校はどちらかというとすごくかっちりしている学校なのでこうあの帰国生みたいな生徒とこうちゃんと日本であの 規則正しくやってきた生徒がこういきなり中1で一緒の学年になるとそこの壁っていうのはやっぱり中学1年生の時には結構感じました。クラスもあの4クラス先生でも2クラスが内部生2クラスが外部生みたいな分け方だったので最初はそこをそうなんですよガチは変えていてそこが徐々に仲良くく。 なってまあ、高校生になってくるともうどっちがどっちか分からなくなるんですけどその最初の時点はちょっと壁があったかなとは思っています。もう帰国制受け入れ校あるあるですよね。その校で,うです、ね、なんか学校まあ、壁がないはずはないし、それは学校どこであっても壁はあるんですけど、うん、やっぱこうそのクラスを分けてるかとか人数の配分かとかそのこぶつかった時のその学校の仕切りでやっぱすごく、はい、あの違いが出てきます。なので、はい、同数いてクラスは別だけどこう。 活動のどこかであ部活とかかそうですね部活動とか、まあ、学校学園祭あのスポーツフェスティバルあの運動会とかそういったところで徐々に仲良くなってくるっていうイメージでした。 最終的にはどっちがどっちだかわからなくなるっていうのは、なんかこうやっぱこうすごく示唆のある。感じなのかなって思います。なんかどっちがショックかわかんないですよね。その帰国生の方が、うわ、なんかって思うのか、向こうが、わ、誰だこの人たちみたいな。どっちが、どっちがショックなんですよね。お互いの、お互い結構なんルチャーショックを受けるんですね。そんな形でした。で、どういう感じなんですか先生たちは、なんか。 えぶ,つかぶつかりはしないのかか内部生外部生生外ぶつ,うぶつかるわけではなく本当お互いお互いなんだみたいな,なんか評価し合ってるじゃん <laughs> ジャッジし合ってるじゃないですけどなんかこうやっぱ内部生は髪型までこう統一されてたのでなんかみんなショートカットでこう入学してきて一方帰国生はなんか <laughs> あの前髪ない人とかこうパーマかけてる人とかいろいろいるのでそのなんかお互いにやっぱりび こうあえみたいな文化の違いはあるっていう感じでした、ね。なるほどあ。ありがとうございます、えっと。中学2年生は一番私が取り上げたのはこの CS ノートっていうこれも結構学芸国際ならではだなと思うんですけれども結構こう社会貢献活動に目を向けていてそらく MIP の教育の一環にはなってくるんですけれどもその中でこう毎週、えっと、どんなボランティアとかどんな、えっと 社会に役立つことをしたかみたいなのをノートでまとめて提出するっていうあの実況というか、まあ、活動をしていて私もそのダンス部に入っていたんですけれどもこう老人ホームに定期的に行って、まあ、ダンスパフォーマンスをしてあの交流をするみたいなのを先生から機会でもらったりとかしていたのでそういったこう、えっと、勉強以外の,あの社会にも目を向けるっていうところを大事にしている活動として。 あの特徴的だなと思ったのでこれは書かせていただきました。で、えー、と中学3年生はあの沖縄に修学旅行に行くんですけれどもこれもすごく面白いなと思ったのがあのただ修学旅行に行くというよりかは、まあ、探求型の,あの旅行なんですね。で、えー、と自分の好きなトピックを調べるっていう形なのであの私はやっぱりダンスが好きだったのでこう沖縄の伝統的なダンスについて あのおトピックで調べてこうチームでそれぞれ分かれてテーマを決めて自分たちでこう現地の人にアポイントメントを取ってあの私たちもダンスを教えてもらってそれを最終的にプレゼンテーションするっていう流れだったのでもう何うて言うんですかねこう好きなこ をえっと、探求できる機会みたいなのが与えられるのはすごくいい学校だなと思いました。結構他のプログラムとか他のタイミングでもテーマは自由に決めていいよっていうことが多かったのでこう自分の興味のあることを、えっと、伸ばしてくれる機会っていうのは多いのかなというふうに思っています。はいでえー、と高校生ですねになるとあの学年の2割ぐらいな110人ぐらい。 学年がそのうちの20人ぐらいは、えっと、海外留学に私の学年では行っていましたで、えっと、学校としてものすごく強制的に行かせるような あの雰囲気ではないんですけれどもこうやっぱり説明会とか留学ありますよっていうのはこう機械提供みたいなのはかなりあの多かったのでそこで興味を持った生徒がいていてでこれがすごい面白いなと思うのが先ほど言った内部生もともと小学校でいた子が半分ぐらい行くんですよねこのタイミングでこう海外留学に <laughs> <laughs> そこでこうやっぱずっと日本にいてこう3年中学3年間でこう国際性に触れてあの 海外留学に行ってこう帰ってくるともう本当にどっちがどっちか分かんなくなるっていう現職気のでそれはすごく面白い仕組みだなと思ってました。あとは学年も落とさずに戻って来れることがあの基本なのでそういったサポートもちゃんとしているかなとは思います。で、あの ISS プロムっていうのは学校外のイベントなのでちょっとあの学校ではないんですけどすごい特徴だなと思うのが結構生徒が ま、主体となって、例えば部活以外のサークルを立ち上げたりとかあの、部活以外の団体を作るとかっていう生徒結構多くて、その一つとして、この ISS プロムっていう、いや結構インターではあるこうあのパーティーね、ねに一度のパーティーみたいなのがあるんですけど、それをあの生徒で実行委員会を作って、あの高校生たちを対象にこう流してイベントを作っていたんですね。であのなんていうんですかねえっと こういうふうに学校学業だけじゃなくこう生徒とのつながりを、まあ、生徒自身が作るっていうのもすごい魅力っていうの一つかなと思ったのであのこういうのもこう帰国生は楽しみにしていたりとかあの楽しめるイベントかなとは思っています。えー、っとでそうですね高校2年生になってくるとあの私は、えっとまあ、ダンス部で部活動を のが一番、まあ、メインででやっていた時期なんですけれども、えっと、この時部長をやっていてで、えっと、他の多分学校の多くが結構部活って顧問の先生とかコーチの先生がいて特に運動部はこう仕切る特に部活が強い学校はそういう印象だと思うんですけれども、まあえっと、学園国際は部活動って県単会に行くような部活はそんなに正直多くないので <laughs> 部活動がめちゃめちゃこうえっと 強い学校ではないんですけれどもでもあのどちらかというと顧問の先生はまあ見守りがかりみたいなイメージの部活が多くて逆にこう生徒がこのイベントに出たいですとかこういう練習したいですってこう進めてどんどんあの作り上げていける部活動だったので私は逆にそれがこう主体性とか,あのなんか生徒の自由さを象徴している。えーと クラブのの雰囲気だったなと思うのであのそういう,なんていうんでそい自分たちで作り上げるみたいなのが好きな子にはすごく楽しめる、えっと、部活の雰囲気なんじゃないかなとは思います。であとは、えっと、高校2年生で海外研修として私の時はあのバンクーバーカナダのバンクーバーに行ったんですけれども、えっと、これ、えっと、沖縄の時もそうだったのですごいいいなと思うのがただこう学校としていくっていうよりかはあの必ずホームステイっていうのをさせてもらえるんですね。でこののババンクーバーの時もあの2人 一組でこう一つの家に行かせていただいたのでなんかただこう学校の修学旅行として行くというか本当にその現地の人がどんな生活をしていてどんな学校に行っててあのどんな休日の過ごし方をするのかというのを、えー、と体験できるのでなんかあのみんなで行ってるんですけどこうみんな持って帰ってくる経験が違くてまたシェアするとあの知っている知識が増えるというかそういった 経験ができるのも結構面白いなっていうところであのいい経験だったなと思ったので書かせていただきました。でえっと、高校3年生の時はやっぱりこう受験の時期にはなってくるんですけれどもあのすごく受験スタイルは、えっと、いろんな方がいる学校だったのでみんながこう国公立を目指すとかみんなが海外大学を目指すとかそういった雰囲気ではないですね。まず第一陣でこう国内栄養とかあの国内 で推薦で合格する人がいてあの学芸大学への推薦枠もあったのでそういった子もいたりしてあとはその後とがこう一般入試でセンターを受けてっていうがつい受験をされる子もいれば、えっと、海外大学を目指す子もいたのであの雰囲気としてみんながこう受験についてあんまり話さないのが結構特徴かなと思っててそれぞれがどこを受けるかそんなに共有しなくてそれぞれ学校生活は楽しんで。 あのそれ各自受験も頑張ろうみたいな形で,でそこはちょっとこう何て言うんですかねお互い踏み込まないような雰囲気はありましたねなのでなんかあの子がどこを受けるか知らないんだよねみたいなことも全然あるっていう感じでしたで、えっとまあ、すごい、えっと、魅力的だなと思ったのはこの海外みたいな卒業アルバムっていうのでこう日本の卒業アルバムってこう みんなの照明写真みたいなサイズでこうみんなの顔写真が並ぶっていうのが基本だと思うんですけど、まあ、海外って、えー、となんか1人1ページぐらいあるんですね卒業生のアルバムが。で、えっと、学芸国際の時もあの写真を撮るのが好きな生徒さんがいてその子がこう生徒一人一人 を撮影してくれて、くれ例えば私はダンスが好きだったのでこうダンス部の鏡の前で写真撮ったりとか鉄道が好きな子だったら線路の近くで撮ったりあの科学が好きだったらこう白衣を着て写真撮ったりなんかその写真だけでこの子こんな子だったよねみたいなのがみんな分かるすごいなんか個性が見えるあのアルバムだったので本当にそこからもこう一人一人の個性とかあの好きなこととかをすごく尊重し合うあの文化があるような学校っていうのが伝わってくる。あの 場所だなと思いましたであとはやっぱり今私社会人になるんですけれども未だに一番会うのがこう、えー、と学校経営国際の友達でほんと世界中にいるので今は難しいんですけれどもこう旅行で行ったら友達と会うとかあのコロナ禍でもオンラインでこう国越えて飲み会するとかそういうこともできたのでそういう一緒の友達もできるような学校かなと思うので本当とにまあ3つ挙げるとしたら 日本の学校とインターの学校が混ざった雰囲気のある校風で本当に自分の好きなこととか興味あることを発信したり探求したりする機会をたくさんある学校かなと逆にこう好きなことがないとちょっとプレッシャーに感じる生徒さんはいるかなと思うので好きなことがあるといいかなと思います。あとは えっと、学業以外の社会問題とか社会貢献はすごくあの重きを置いているあの学校かなっていうのが大きいあの魅力とか特徴かなとは思っています。はい。 なんかありがとうございますやっぱこうあの我々の永遠の課題というかその海外にいた,海外に行った自分も大事にしたいしでも日本に適応したい自分もいるその狭間にいる人にとってはこううなんかこう学校全体がその別に狭間にいることに違和感を与えないというかはい、はい、なんかこう安全なだけじゃなくて本当にこう社会に目を向けたり好きなものを極めたりっていうのの何かこう「わ、はいのっと」かんじゃ質問していいですか 一緒の友達とか、やっぱり行ってくださったようなものと比べてすごいひきんな話になっちゃうんですけど、<え>やっぱちょっと人の親にもなったので、えはい、力英語のレベル高いじゃないですか、英語力維持発展という意味では、はい、ぶっちゃけどうなんですか、そのやっぱこう上の子はすごく上に、なんか別に学校がゴリゴリ押してくるわけでもなさそうだし、もともと高いじゃないですか、たぶん、滝沢さん。 上のレベルは高いの、それとも結構こう入れ替わって、英語教育的にはどうなんですかえっ、ー、と、そうですね。あの中学校の時はこは、アドバンスレベルとスタンダードレベルの2つだけで、まあ、基本的に帰国生がアドバンスであの、内部生がスタンダードっていう分かれ方で、高校生になってくると、それがさらになんか3つに分かれて、アドバンスとスタンダード、ファウンデーションみたいな形で、留学を目指している。 内部性とかまあそのアドバンスの中でもえっ、ー、と英語を強みにしたいことそうじゃないことかで分かれてくるのでその3つが混ざってくる形ですねであの英語の授業は結構毎日あるのでそういった意味では毎日英語に触れるのであの英語力がこう保たれているっていうのとおおそらく扱う題材とかも結構こうあの 教科書にのっとっててよりかは、えー、となんか記事を読んだりとかこうギリシャ神話を読んだりとか何かこういろんなあのちょっと難易度はある程度あるような文章とかも授業内で取り扱うのでそういった中で、えー、と英語力は 結構皆さん維持していいるイメージが強いですね私割とあの学校も大事だし英語で話せる友達も大事だけど<ー>なんか結局は自分次第みたいなちょっとスタンスでいること思うんですけど<ー>結局なんか割と学校による部分も大きかったんですね滝沢さんの英語が。そうですねでもやっぱりあの<ー>普段もあの学校外でも使ってはいたので、えっと、英語力で勝負したい子はそういうあの入ってからも。 ちゃんと伸ばす環境はあった方がいいかなと。だよね。かしこまりました。ありがとうございます。やっぱりあの進路のところも結構感動的というか、えっとあれですよね。あの百三十人ぐらいなんだよね。<あ>そうですね、はいで。割となんかもうこう総なんか国立に十人に一人ぐらい受かっちゃうし、うん、総計上位合わせるとなんかもうこう八十人ぐらい総計上位いっちゃうし。はい、海外大もなんかあのでも幅はあるし、もう好みはあるけど、こうハーバードもいればっていう。 それ,それってどう,どういう仕組みなんですか別にこう,こう勉強しろっていう仕組みではなさそうなんですけどです、ね、ど,どう見てましたか武さんそしてなんかこうど,どうやってそんな学力になっていくんですかみんな、えー、そうですねでもやっぱりこうもともと一般受験を目指されている子はあのちゃんと塾に外で通っている子は多かったと思います、うん、それがやっぱりこう部活動でもあの取り組み方はみんな違って あの同じ部活にいるけれども別にみんながこう一挙集中というよりかは部活を一生懸命やる栄養とか目指してる子はそれこそ逆に部長とか委員長とかそういうことを頑張っていて一方でこう一般受験を目指してる子は、まあ、部活動はこうあの行ける時に行って塾に専念するっていう子もいてでそれをどっちもお互いがお互いにこう尊重し合うじゃないですけどあのそっちはそっち頑張ってねっていう感じで周りが、えー、となんか理解し合うっていう形。 でしたね、なのでこうしなさいみたいなのはなく<ー>それぞれが自分で考えて選んでたっていうイメージです、ね、あこう意欲をあのあのチョイスは尊重され意欲が育まればおそらくその機械提供がいっぱいあるって言っていただいたのでこういろんなスタイルやお手本があって,、はい、あってでこう教育の人はおそらく低いはずはなくて。と、ねはいうことえあんまり意思がない人はしんどいんですかちょっととしんどいと思い思ますねここ学校側にうんうん、うん あのたくさんサポートしてほしいとか、もう本当月つっきりでこう英語例えば、途中で編入して、月きっきりで日本語を伸ばしてほしいとかっていうことは、あまり得意ではない学校だと思うので、どちらかというと、自分の意思があって、結構、自分で頑張りたいみたいな子にはあの、全力で応援しますよっていうスタンスは決まります。じゃこの温かいし応援するけどその、そもそも何をしたいか分からないっていう、何もしたくないっていうときには、別にすごくこう。 次こうしなさいあれこうしなさいっていう感じではないないですね、はい、ではっきりしてますねありがとうございますすごくぜひ私はその髪型がきっちり決まっている方の <laughs> 子供にうちの娘がなってくれないかと最近本当に思うんですけども、ちょっと We Will, We Will, ま、あの、1年ぐらいなんで We Will はい。え <laughs> っと、行ってみようと思います。それありがとうございました。あの、豊いうわけで、やっぱね、あの、学芸国際を最終的に、こう、最初はこう、あの、学芸国際を上げてない人も、学芸国際をね、やっぱこう、第一にする方多いのも、なんかやっぱ納得だなと思った一方で、あとなんかこう、あの、比較的こう、取り組みやすさというか、やっぱあの、他の人気校とか、これ、これほどの実績がある、進学実績がある学校の中で、その、比較的ちょっと入試対策が優しめだっていう印象は、 あるんですけど、まあでも一方で向いてない人もいるんだなってもよく分かりました。なんかこう、そこじゃなくてもいいのかなっていう人もいるなっていうのがよく分かりました。ありがとうございます。たくさん 先座に進めてもらったので、多少私が進めます。えっと、受験対策について、英方式の合格事例の紹介と題しまして、まずちょっとベーシックなところからですね、今年度の募集要項も出ておりまして、えっと、このようなものですね、えっと、12月今年の12月末から1月6日に出願ができるので、ちょっと受験の中では後半に位置する学校でございます。海岸からも出願できます。で、えっと、あの試験が2月です。かなり後ろの方の試験ではございます。募集人員がさっきね、あの、 130人の学年を作るですあの半分半分って、あの、滝さんも申し上げたように、なので、帰国生入所は60人ですね、男女ミックスの60人を取ってくれるということを。 なんでのようですでそのうち、えっと、A 方式が30、B 方式が30で、まあ、TCK ワークショップの塾の場合 A 方式の30を、ね、指導していることが多いんですがちょっとその倍率も簡単にあの見ていきたいといちょっとさっき優しいって言っちゃったんですけどしっかり5倍あります。割と5倍ぐらいで推移しているので100、まあ、あの10 7、80人が受けて、まあ、34人が合格すると、まあ、こうなると厳しいんですね、すごく。めっちゃわかりません、ね、でも滝沢さんの生徒。そう なななんでなんんででですかねなんかね、まあ、それはでか後で聞こうでやっぱり多分練習とか対策をしっかりしてるとあのまあ確かに、自由度が高い入試なのでこう何を求められているかをこう割とはっきり意識するとしないでは差がつくような気も。はい しましたありがとうございます。でですね、A 方式、B 方式、簡単に説明させてください。えー、と選択制で A 方式はあの外国語作文と基礎日本語作文と面接で、これもね、素敵なんですけど、外国語作文、普通 A 作文って思うじゃないですか、他の言語でも受けられるんですよなんて素敵な、もう40年ぐらい進んでますよね。<laughs> あのただ、ま、弊社生徒は英語のことが多いです。これはあのあの、どの言語だから有利、不利っていうよりも、その今まで頑張ってきた外国語で力を発揮してねっていうことだとは思います。ごめんななさいどったかを見る しちゃいます失礼しましま、はいえー、で、えーと、B 方式は適正試験というものを受けます。これってどっちかっていうと日本の、日本の内容なんだよね、これって。の多分帰国生入試っていうのがこう学英国際はないので、あの中学あ、そっかそっか。どっちでも、はい、なんですありがとうございます。なのであのいわゆるこうあの 英語で今まで教育を受けていたことがあって、それを強みとしたいよって人は A 方式で、あの、日本のこう、あの、教育過程の中で中学から学芸国際を受けたいなって思う方が B 方式を受けるってことが多いのかなと思います。で、廃点なんですが、えっと、ちょっと配点も特徴的で、全体で250点の 点数で勝負をするんですが、えっと、書類審査が100点あります。なので書類も、あの、ウェイトが大きいので、書類でまずしっかり、あの、これまでのね、これ学校の成績とかも入ってますよね。どういう学校で、どんな成績。はい あって、昇流書とかもありますよね。こうありまう、はい、思いで、あの、学校に行きたいと思うよっていうのも審査対象でかなりかったの、拝点があります。えっと、当日、その会場に行って受ける試験は、えっと、全体で100点のスコアがあるんですけど、そのうち、えっと、外国語作文が85点で、基礎日本語作文は15点などで、かなり外国語の方にウェイトがあります。なので、考え方とか、あの、学力とか、あの、表現する力ですとか、社会についての知識なんかは外国語作文でガンと発揮して、で、基礎日本語作文はやっぱり、 日本語で受ける授業が多いのであの日本まっとうにやりとりができるしあのちょっと問題の漢字にルビーが振ってあるぐらい優しい学校なんですけどあのこう全くできないわけじゃないよねっていうのをチェックしてる作文なのかななんて私は思ってます。その配点で100点の点数があって最後に面接で50点がございます。でね、こ,の50この面接っていうのがあの集団面接で日本語で行われるものなんですけど、まあ、あのグループの中でこうディスあとお,お題があって。 それについてこう、その数人で意見を交換して、最終的にはあのお題に対してこういうふうに結論を導き,導きましたという発表をするような形式でございます。でとこれを、ね、あの書類と 当日の試験と面接でのそのパフォーマンスを点数化したもの250点満点で点数がついて、あるところからが合格ということでございます。えっと、これはですね、あの、あちょっと実際どんなふうに指導して、どんなふうにこの5倍の顔も倍だったんですねち。ちょっとショックなんですけど、いまだにちょっと、はい。えっ、ー、と、どのようにあの突破したか、実際の直近の生徒さんですね、えっと、中2の4月編入をした生徒について、あの、滝沢からお話しさせてください。 はい、えっ、ー、とそうですね今年の4月から入学した生徒さんなんですけれどもこの方は、まあ、問い合わせの状況を簡単にまず紹介するとこう試験4か月前になるちょうど、えー、と2月が試験なので 10, 10月9月ぐらいにあの問い合わせをいただいてで、えー、と海外歴は4年目。 であの、インターンに通っているっていう状況で、土曜日は補習校で日本語を勉強している。で、まあ、課外活動は、こう、バイオリンとかを音楽とかが好きっていう子で、でも、こう、基本的にはこう、う他の塾には通っていなくて、受験対策もしたことがない中で、まあ、学芸国際を、まあ、だけみたいな形で、こう、受験をしたいっていう生徒さんでした。で、えっと、この子は、こう、英語力としては、もうすでに、その中1の春、そ 1> えと中1の秋にお問い合わせをいただいたのでその前の春に、えー、と英検準一級は取っていてただ、えー、と日本語については、えー、とコミュニケーションは取れるけれども漢字とかはほとんど引退通っていたので、えー、と,とても弱いというような状況でのスタートでした。ですみません次お願いいたします。で、えーと すいませんえっとでまずあの書類審査の部分から、えっと、お話しさせていただくと、えっと、書類がまずこういった執行理由書とあと将来の夢と、えっと、活動実績みたいな部分を、えっと、生徒さん自身が書くことになりますで、この生徒さんにも実際にまず書いてきてみてという形であの書いてみていただいたんですけどこうやっぱ例えば、えっと、学校の中で入学したいことについては一番最初はあのは オーケストラ部に入って楽器を演奏したい。あと、英語以外の言語を学びたいっていう、あの、産業だけ書いてあるような、あの、志望流書だったんですね。で、そこから、えっ、ー、と、こう、やっぱなんで、こう、オーケストラ部に入りたいのかとか、あの、その、 そういった活動、学校での活動としてどういうふうな成長したいのかっていうのを書こうっていうところから、まあ、バイオリンを今もやっているから、海外でもやっているからこう、えっと、還元学部っていうのがあるので、そこに入って自分の持ってる知識とかをあのシェアしたりとか、逆にあのシェアしてもらってこう成長していきたいっていうこととか。まああの 英語以外じゃなくて、まあ、韓国人の友達がいるから、そのこと韓国語で話してみたいから、韓国語を勉強したいんだとか、あとはなんかやったことのないことにも挑戦してみたいっていうのを挙げて、で、まあ、これら3つで全部はこう共通していることなんだろうって考えたときに、自分から行動するっていうことになるんじゃないかっていうので、こういうのを通してこう行動力のある人を目指しますみたいなことを書いたっていう感じですね。で えっと、なんか将来の夢についても最初はこう結構全部バラバラでこうゲームのイラストがしたい音楽を作りたいあの外国を話したいとか,かそういう形の4行程度の文章だったんですけどそこをあのもうちょっと一緒に深めてどんな夢なのとかどこがあのその夢を叶うにはどんなことが大事なのかなど,どんなスキルがあればいいかなっていうのを 話した時にまあ、やっぱ最終的にはこうイラストも音楽もこうゲームを作るのが夢っていうところになるよねって話をしてその中でも特にこう自分の,あの世界観、まあ、絵とか音楽ってこうゲームのなんていうんですかね雰囲気みたいなのを作るのに重要なのでそこで自分の世界観をみんなに楽しんでほしいんだっていうことを話しててじゃあみんなに楽しんでもらうには、えっと、みんなの価値観とかみんなの,あの気持ちを理解できないと独りよがりの,あの ゲームになってしまうよねっていうところからあの世界を知るっていうことを、えー、と学芸国際での出会いいろんな国の人からこうに住んでた人たちから価値観とか宗教とかを学んでそういうのを尊重したゲームを作りたいですみたいな形にまとめたっていう形ですなので自分の夢をただ並べるんではなく、えー、とスキルをあのまとめてえっ、ー、と 学国で、きるかかまででななげらられたらベストかなっていう部分です。でえっと、活動実績報告書については、本当にこの上にえっと実績を表で書くものと、あとちょっと切れてるんですけど、下半分がもう完全にこう線が書いてあって、その他実績があれば書いてくださいってところで、ここが結構大事かなとは思っています。でここに、 もともとはオーケストラやってましたっていう一,一行だけだったんですけどそこに、えー、とどんなオーケストラだったかとか、まあ、たくさんあればその他それを並べるでもいいんですけどあのちょっとしかな,なくったとしてもそこに対してなんかどんな挑戦をしてどう乗り越えたかとか,なんか その中の活動、特にどこを頑張ったかっていうのをあの自由に書ける部分にはなるので、そこもどういうふうに書くかっていうのを相談して、と埋めていったっていう形になります。ので、書類審査は結構やっぱり何回も書いたりとか、一人では書ききれない部分も多いので、あのこうアイデア出しをして、えっと、進めていくような。 あの授業にはなってきます<の>、はい、これをしたいって思ったものがこうばら開けてしまう気持ちもすごく分かるしその、うん、共通点として行動力のある人になりたいあのもう大好きですよねきっと学校としては。ね、なので、まあ、それはあの、まあ、もちろうそではないというか本当にそう私やっぱこうそこを強調してあげるっていうのはやっぱこう。はい 技ですね。まあまあまあどういう風に感じました。それもその他にも質問いただいてるんで、ちょっとここで答えちゃった方がのあの適当かなと一個だけ聞いていまいすか。はい、これあのどっちの言語でもいいって書いてあるじゃないですか。志望志望動機ってこれどっちがおすすめですか。基本的には日本語で書けるのであれば、私もそう思います。はい、書くようにしています。あの英語はやっぱエッセイとかでも見れるので、あのまああとは先生があの やっぱ日本の学なので日本語しか話せない先生もいると思うので全員の先生に見てもらうという意味でも日本語で書けるのであれば日本語をお勧めしています。私もですでこう。どうしても日本語だと自分らしさがすごく発揮できないと思ったら英語、えー、ただしあのやはりこう書いた後は日本のほとんどの科目は日本語で、はい、あの指導されるっていうのをこうまず分かってるよっていうことですとかそれにつ、まあ、いていけるというかこう努力する気分 日があるよっていうのはどっかで伝えないと学校としてミスマッチだなって思われちゃうかもしれないというか別にその英語で書いたら落ちるってわけではないんですけど、まあ、なんかこうあの完全に英語の学校を期待してるわけじゃないよっていうのは伝えた方がいいなと思いました、うん、はい、ねはい、えっと志願書ははいお子様のお子様子供本人が書くのかご、はい、両親が書くのかこれはお子様が書くものでございますはいです、はい、ね あのこうご家庭での話し合いをした上でお子様が書くっていうのが大切でございます。すいまませんわわわ入っちゃいましたというわけでありがとうございます。では,とあのではあのそれが250点中の100点に該当しました。次の100点の中の85点部分ですね、外国語作文について教えてください。 はいまずあの簡単に試験の概要だけをお伝えさせていただくとこういうまずあの英語のなんか記事、えっと、基本的にはニュース記事とか社会問題の記事みたいなのを読んで、えっと、それに対して A4 程度2枚に自分の考えをも、えっと、まとめる大体「What do you think?」とか「Do you agree or disagree?」とかあのそういった自分の意見をあの述べるような内容になってきますですみますすせん次のスライドにお願いいたします。 ありがとうございます。で、その生徒さんの外国語作文については、あの体験授業っていうのを TCK の方では、えっ、ー、と、まず授業を開始する前に。 させていただくんですけどもこれがなんか無料で授業をしてあの、まあ、現状を見てちょっとどういったと,ところを伸ばした方がいいかというのをお伝えさせていただくものになるんですけどもあのこの生徒さんも実際に過去問題をあの体験授業で取り組んでくださってその時にやっぱり課題点が大きく、まあ、3つあるなと思って1個目がそもそもこうアカデミックなエッセイになっていないでこれがまあインターあるあるなんですけども結構こう英語の文章は書くけれどもあの自由に書くというか えと自分の書きたいように書くっていうあのスタイルが多いのでそこに対してやっぱりあのちゃんと対策してきましたよっていうのを見せるものとかこう、えー、と読み手側に自分の意見を、えー、と伝えるのにどんな、えー、とイントロダクションでどんなボディパグラフでっていうところを、えー、とまだ習得できていないというのが一つ課題でした。あとは、えーと 2ページあるんですけど1ページ目で終わってたっていうのでそもそものこう内容とか文字数が足りていなかったっていうのとやっぱり「あので」とか「だ」と,とか「ひ」「し」とかこう代名詞の使い方とかこうあの文章がスペシフィックになってなくて読んだ時に、えー、と自分は理解できるかもしれないけど読み手にはとても曖昧な表現が多いっていうのが。あの 課題とししてありましたで、それが授業を通してどういうふうに成長していったかなんですけれども、まずこの構成については、この左下にちょっとちっちゃいので、細かくはあの見れないかと思うんですけど、こういうふうにあの表で、えーと、どんな流れでエッセイっていうのは書かな、書いてほしいかっていうのと、それぞれ、イントロダクションには、えっ、ー、と、フックとバックグラウンドインフォメー,ーションとティーセスっていう、なんかみこういうものが入りますよとか、ボディーパラグラフは、あの、 自分の主張言って理由言って具体で言って主張でまとめますよとかそういったあの流れ表を使ってこうあのまずえっと埋めていく作業みたいな形であの自分がいつも抜けちゃう情報とか自分がえっとうまく思いつけない情報はどこかっていうのを意識してもらって徐々にこう。 身につけてていってもらいましたで文字数が足りない部分はやっぱりこう具体例とか中身が出てこないっていうことがほとんどの場合なのでそこは、えっと、どういうふうにブレインストーミングをしたらいいのかっていったことを一緒にあの授業中にも取り組んで実践でも取り組んでもらってこう具体例をとにかく例えば海外経験のこととか知ってるニュースのこととかを書けるようにしていきましたで、えっと、曖昧な文章についてはやっぱりこう文法を、えーっと 完璧にする必要はないんですけども、基本的な文法を、えっ、ー、と、ある程度ちょっとルールも知っておく必要っていうのがあるので、そういうダメージとか時制とか、あの、複数単数とかの、えっ、ー、と、基本の文法を理解することで、えっ、ー、と、この文章だ、これ、あの、例えば、 この文章だと集合が抜けてるわとか、あの、この文章だと、さっきまで過去の話したの、いきなり未来になっちゃったとかっていうのを自分で気づくことで、だんだんとこう、えっ、ー、と、文章の流れがしっかりと伝わるようにな,なったかなと思っています。はい、以上が外国語作文ですね。10回ぐらい書くと大体、だいたい。10回、ね、そうですね、10個、あの、合格レベルのエッセーを。 書きましょうっていうのを一つ目標であ、ね。毎日だったらですね。確かに過去問がたくさん出てるので、こうあのやっぱりねこう幅広いテーマが出ても何かこう自分が考えたことなるものが書けるのは強いですよね。はい。かしこまりました。はい。ではちょっと次に行ってみたいと思います。いします。日本語作文ですね。これは概要を簡単にお伝えすると、あの質問は基本一文。 だけなので結構シンプルかなと思います。で、そこに対して A41 枚程度で自分の考えを求める。なので、えー、と質問と問題についてはかなり、えー、と他の学校と比べてもあの取り組みやすい内容になっていると思っています。次のスライドをお願いいたします。はい、はい。で、えっ、ー、と、日本語作文の課題はですね、体験授業の時にこの A さんについては、やっぱりこう一つ一つの文章があの死亡流出でもそうだったんですけども、こう、一個一個 自由に書いてしまっていてこう文章のつながりがやっぱ日本語だと特にないっていうところでこうエッセイとして読んだ時にまとまりがないことになってたのがちょっと課題でした。あとはやっぱりあの日本語作文もえと半分ぐらい一枚の中の半分ぐらいで終わってたので文字数が足りてないのとそもそも日本語での言葉とかあの漢字とか表現があの足りていないっていうのがちょっとあの 文章をそもそも書くのにちょっと大変そうにしているところでした。で、そこを授業でどういうふうに改善していったかなんですけれども、あの一つ一つの文章のつながりは、やっぱりこう接続詞をいかに活用するかだと思うので、ま,あ、まずとかなぜならとか、どういうのを使えるかっていうのを一緒に確認しながら、あの文章の一つ一つつなげて、えっと、まとめるっていうのをできるようになってもらいました。で、えっと、文字数については、こう、えっと、 舞台のの部分になってくるのでここは特にこう海外経験を、まあ、5W1H をか考えてみようみたいなところからあの例えば先ほどの,あの課題だと、えっと、コロナ禍で気づいたことは何ですかっていう話題だったので例えば気づいたことは何だったっていうのが、まあ、当たり前はないっていうことでそれっていつ気づいたのって言ったらこうあのロックダウンの時みたいな。で誰とい いた時みたいな。いや、一人だったとか。で、どこにいたのって家でって。で、何をしてたときって言ったら、まあ、学校のオンライン授業を受けているときみたいな。で、なんで、こう、当たり前はないって気づいたのって聞くと、まあ、いきなりこう友達と会えなくなっちゃって、一人で勉強しないといけなくなったからみたいな。で、あの、どんなふうに勉強してたのって聞いたら、こう、前は友達と話し合いながら授業できてたのに、今はこう、一人でこう画面に向かって勉強していかないといけないみたいな。こういうところまで出せると、それをこう、えっ、ー、と、 具体例として作文に埋めた時にすごく具体的に自分の経験を振り返られてそこでこう当たり前はないっていうとってもシンプルなあの気づきに対しても説得力がある書き方ができるので特にこうあの日本語でか書くのが止まっている生徒さんにはこういうあの具体例を出す練習みたいなものを一緒にやっていきました。であの語彙力の不足している部分についてはやっぱり あの特にこう漢字を練習しまししまょうとかはてていなくてですねこう作文の中で自分がよく使う言葉とか自分が使い慣れてる言葉あと言いたい言葉っていうのがやっぱ出てくるのでそういったところの語彙を確実に増やしていって漢字も使ったものを正しく自信を持って次使えるようにっていうふうにして練習していたので実践を通して語彙力の不足についてはあの増やしていったっていう印象でした。はい ありがとうございます。またあのご指摘ありがとうございます。私があのプレゼント別の流れでいただいている質問に答えようとしているのが画面に映ってしまっていたらしくて失礼しましたあの。ありがとうございますと教えていただい滝沢さんもごめんなさい。というわけで、<え>はい。と、はいうわけで、日本語作文はここまで。はい、ありがとうございます。で、最後です。面接ですね。えっと、これは250点の中の最後の50点の、えっと、日本語で行われる面接です。どんな内容だったんですか 基本的にこうグループディスカッションはあの4、5人ぐらいが部屋に入ってで、えーと、面接官が2人ぐらい前に座っていてで、えーと、こういうディスカッションテーマで自由に話し合ってくださいっていう形でこう、もう自由にどうぞっていう形なんですね。でえー、とそれを、まあ、体験授業でも、あの グループディスカッションにはならないんですけれどもどう思うっていうところはあと聞,く聞いてみたっていう部分で、えっと、その時にやっぱり課題点としてあの自分の意見はあるけれども根拠をあの結びつけて言えなかったりその、まあ、やっぱ考えて話すので結構難しい。あとは、えっと これすみません体験授業の課題というか授業で一緒に何回か取り組む中であの問題点とか自分の意見は述べて私も例えば他の人の役でこう話し合う中でこう結論までたどり着けないとか <laughs> あとはこうそもそもの質問に対して自分のアイデアが出てこないっていうところが課題だったのでそれはあの授業中でどういうふうに工夫したかというとまずはあの自分の意見についてはオレよっていうあのオピニオン・リーズン・エグザンポオピニオンっていうような形があるんですけどもそれをこう エッセイでも意識するのでそれを使って言ってみようということでこうエッセイで練習していることをそのまま意識してあの話すことで自分の意見に対してこう根拠を、えっと、使って話せるようになりました。で結論についてはえっとやっぱりこう自分の意見を最初は貫こうとしてしまったりとかあの相手の意見をそのまま受け入れてしまおうとする。 ケースでなんか今どってベストな結論だったかなっていうところになってしまったのでできればこう自分の意見の良さってこんなとこだな相手の意見の良さってこんなところだなじゃあこの2つってどういうふうに、えっと、合わせられるかなっていうのをこう授業中に一緒に話すことでなんていうかね100か0ではないこう 掛け算のの答えみたたいいいななを、えー、と導き出せるよううになってと形で、すねで、えー、とあとは、こう質問に対するアイデアがないっていう部分は、やっぱり自分の海外経験を振り返ってみて、あ、こんなことあったな、こんなことあったなっていうのを授業中で一緒に確認しながら、自分では当たり前だと思ってたことも、あの、当たり前ではないことが結構多いので、そういう経験を深めることで話せるようになっていったっていう部分ですね。ただ、やっぱり結構、これを個人事業でやるのは、結構、あの、 制限があるというかあの実践自分の意見をまとめるにはすごくいい練習なんですけれどもこうやっぱりグループディスカッションというのはあの他の人もいるのでなんかそういった意味であのこの後と恐らく最後に説明のあるこうグループディスカッション対策みたいなところもあのすごく役にさらに立つかなと思うので、えっと、ただそうですね個人事業ではこういうふうに練習をしていたっていう形です。 ありがとうございます。ごめんなさい。スライドが残るこれの、ね、平均寿命と平均寿命の縮め方です。ごめんなさい。なので、なきなんか生命は100年ぐらい保ってるけど、健康で活動できるのは85年だとしたら、その15年って、どうやったらね、こう、 だけこう命のの最後の日まで健康的に過ごせるかっていうお題だったそうですいや、でも本当にそうやって誰かに言われないとなかなかこう自然にできるものじゃないですよね。その初対面の相手と。まあでもなんかこう、一方でこう、やっぱ海外でこう、なんだろうな、こう、自分の意見をしっかり伝えたり、そのこう、勝ち負けじゃない、ディスカッションは勝ち負けじゃないっていうのをこう、知って育ってることと、言語が変わるとはいや、そういうものよって、こう、リマインダーがあるだけでも全然違うかななんて思いました。いや、というわけで、このような対策をして見事、あの、合格された、 というのはどうですかね、はい、なんかこう他の学校の受験と比べてなんかそれ一生使わないよねみたいなスキルは出てこないけど、やっぱりこうあの丸腰で受けてしまっても。 確かに今ちょっとああのあ危ういなっていうのは感じたところでした。というわけで、じゃあどれぐらい時間をかけてね、じゃあいわゆるなんかその4年生からサピックスに通ってっていう学校ではないとしてもこう、どれぐらい準備してほしいなと先生としては思われますかそうですね。まずた、えっ、ー、と、やっぱ9月末、まあ、今のタイミングですね。で、えっ、ー、とこう、英語資格関連とか、っと言語資格とか、あの何かこう書類資格 にかけるものは、えっと、集めるっていうのが理想的ですね。あの、英検であったり、あとはボランティア活動、学校の成績とか、それこそ習い事で賞を取るとか、そういった部分、まあ、頑張ってほしいっていうのが理想ですね。で、10月ぐらいから、あの、まあ、英語エッセイとか日本語作文の対策を開始されると、うん、あの、とても 余裕もあるししっかりとレベルを上げられるのでおすすめですね。頻度としてはまあ週に1時間くらいで、えっと、どっちもカバーできるっていうイメージでして、えっと、11月下旬ぐらいからあの願書書類作成とかを行って、えっと、12月後半には出願をするっていうイメージになります。で海外在住の方は結構やっぱりあの クリスマス前には出願しないとちょっとあのギリギリになってしまうこともあるので、その場合は書類もちょっと早めに作成したりとか、ちょっと個人差はそこで生じるかなとは思います。で、まあ、その12月頃からはやっぱグループ面接の対策、まあ、これはちょっと結構得て増えてもあるので、その個人事業をする中であ、この子は結構グループ面接得意そうだなと思ったら、あの もうちょっと遊びに始めたり、逆にちょっと、あもしかしてこう話す練習が必要だなっていう場合は、早めに始めたりっていうので、個人差はあるんですけれども、12月ぐらいからは対策をされるのがおすすめですね。で、やっぱりこう集団でも実践されると安心かなと思います。で、まあ、2月の試験を迎えるっていうのが理想的な流れにはなると思います。ありがとうございます。で今年度ですね、あの来年の4月に入学したいという方はやっぱ、週に海外はここから献詰めてほしいなと。 思いま,すまた、これ、ね、理想的なスケジュールと外れてしまった場合でもね、あのできることとか、その人の今の持っているお力によっては、できることもね、もちろんあると思うので、あのご相談いただきたいです。<laughs> またあの、そうですね、えっと、ギリギリまで待つ理由もあまりないので、あの例えば、ね、英検資格ちゃんと取りたいなとか、あの日本語本当に苦手だから、事前にちょっとこう積み上げておけないときたいなって方はですねあの、早く終わってしまう分には全然あの別に問題ないので、あの 来年以降ですねあの、現在5年生の方もあの早めにご相談いただければ、この時期にこういうふうに始めましょうってお伝えできるので、ご検討ください。というわけで、ちょっと、えー、っとですね、あの、もう1分ぐらいになってしまったので、一回、あの、中締めと言いますかあの、中締めをする上でですね、ちょっと一回、えー、っと、共有を停止させていただいて、以上、すぐ戻ります。えー、っと、 こんな形ですかねと、いただいているご質問にもできるだけ答えたいので、ちょっとクイックに行きたいと思います。 えっとでね、我々あの社歴といいますか、会社ができて9年目なんですけど、やっぱり今まで、ね、集団授業、ちょっと集団授業といいますか、その集団面接対策、気にはなってたんですよね。なので、c、え、o、っと、すみません、ちょっとこんな形ですか。この度ですね、ちょっとあの、魔法を持してといいますか、まあ、できるなという自信がついたので、えっと、まあ学芸大国際はもちろんですが、渋谷学園渋谷様とか、かえつ有明様ですね、グループ面接、実際にこのディスカッションが求められる。 あの学校のたために対策講座を設けさせていただきました、えっとまあ、やり方としてはあのあのこの学校だけっていうよりも、まあ、グループ面接共通点も多いのであのグループ面接、まあ、この参考のどれのスタイルの練習もできるような枠がいくつか設定されていてと一定の人数がないとあの この3いどの問題も出す形です。で1回だけ3回回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 えっとこの回回どの問題も回す形です。で回回だけ参加して回いいしあの何回も練習したいと思ったら複数回予約いただいてもオッケーです。各回回申し込みいただくのがポイントです。回回回回回 このですね、あのディスカッションを実際していただいて、その後ポイントを解説して、この、ここができてて、こうするといいよっていうのを、こう、フィードバックをさせていただく講師たちは経験のある、あの、バイリンガル講師なので、まあ、事前に言っていただければ全部英語で、その子だけフィードバックもできますし、あの、基本的には日本語でフィードバックをいたします。で、あと、こう、生徒がですね、あの、集まらないとできないっていうところもあるので、えっと、枠をですね、あの、設けておりまして、あの、あ、どこからかななんかあの、こういう、こういう、こう、なんだろうな。 我々ですね。で、こう、あの、それぞれの学校について、あの、日程の候補が上がっています。こんな感じですね。日程候補が上がっているので、あの、この枠、この枠で、この学校の対策したいよって教えていただければ、えっと、定員ですね、この人数来たら実施できるというか、あの、人数に達したところから開校していくスタイルで、今、その、お一人とかお二人しかいない枠ができてしまったらすみません。この前後のこの枠であれば開校できるんですけど、いかがですかって、こう、我々からご提示させていただくようなスタイルになってます。なんか慌てて、 説明しててちょっと意味不明なんですけどあの要するに結構本番と近い方が来ると思います。なので、まあ、グループ面接をして、もしたらここができて、全体で言うとここまでできてて、もっとこうしようって、お一人お一人はこう,こういうところができてて、次こうしてみようっていうのを言ったので2回目の練習をして、もう1回フィードバックするっていうのを。えっと 2ラウンドで60分っていうのが1回に入ってます。複数回受けていただいても、また以上オーブです。という、そんなものを作りました。はい。で、えっと、1回、えっと、次のご予定ある方はですね、ここであの、あの、自由に退席していただきつつ、えっと、ご質問いただいているものをちょっと順番に行ってみたいと思います。えっと、ちょっとですね、えっと、学校に関わる質問を最初に、滝沢さんに聞いてもいいですか えっと、もし答えがあればあと、日本語をあまり得意とされていない方が受験するとしましょう。あの入学した後との日本語っていうのはです、ね、皆さんとあのずっと日本にいた人と全く同じ国語の授業を受けてあの、あまりフォローはないっていうような学校なんでしょうか。どうどう思いますかそうですかそでね、えっと、特別なこう国語がレベル分けされているっていうような授業体制ではないので、基本的には同じ授業を受けるっていうスタイルですね。サポートとし ではやっぱりあの生徒自身が先生に、えっと、質問すると別であの補習時間というか放課後に授業あのサポートを受けてる生徒さんもいたんですけどそれは本当に自分で行動しないとあの先生の方からやりましょうっていうことはあまりないです。で、えー、とただ、ま、テストは振り仮名をつけてもらえるっていうのはあの何年生になってもあるのでそこのサポートあるんですけれども、えー、と特別授業でこうあのレベル分けされるっていうことはない。 ですね。 この方、高校1年生4月編にお考えなんですけど、あの、日本の学校の中で、やはりこの英、日本語のサポートが手厚いところっていえば、個人的にすごくおすすめ、やっぱ ICU 高校はすごく手厚いです。あと、あの、経明学園様もすごく手厚いので、あの、その2校もね、ご検討いただきたいですし、あの、すべて学校でしなきゃいけないっていうわけでもないので、例えば学芸国際のたくさん魅力は感じるけど、日本語はちょっと事前にやっておいた方が良さが活かせるなと思った、まあ、それこそね、我々の個別指導もしっかりですし、まあ、その本人、 る気にな,るなったからと思うと、まあ、帰ったからなのであのそういう時に日本語を、まあ、学校外で受けるっていうのも手かななんて思います。ちょっと次の質問いきます。えー、っと志願理由書系で言くとごめんなさいあのさっき答えていただいたように子どもが書くものだっていうののフォローアップの質問であのお子様がお子様らしく書くのが大切なんですねって確認いただいたんですけどねえっとここを整理させてくださいとね大人が大人の意見を代わりに書いちゃうと一発で分かります。あの で、じゃあ子どもが何の準備もせず、丸腰で出すものが受かるのかっていうと、あの大人が書いちゃうとルール違反です。で、お子様のご自身が本当に思っている意見であるっていうのは大事なんですが、こうふっと と問われて自然何かこう日常会話の中で聞かれて答えるような口調でそのまま書いちゃうのは結構もったいないと思います。あの5倍の倍率があるので、おすすめとしては、あくまでご本人のご意見であり、ご本人の言葉で最後表現するのは大事なんですけど、その意見の背景だとか、本当にどういう思いで言ってるのかっていうのを、対話を通じて大人とこう我々とこう師と対話やフィードバックを受けながら深めていったり、それがあの相手ですね、知らない他人の相手の日本人の 方先生にこう伝わるような言葉を選ぶっていうところはその我々が代わりに書くことはもちろんしないんですけどここはこんなふうに伝わっちゃうよとかもっとこういう言い方はどうかなっていう提案をさせていただくので子どもの意見であるっていうのがすごく本当に思ってることだっていうのが第一義的に大事で。 で、かつ、ちゃんと準備した方が、やっぱりそのこの本当に思っていることが伝わりやすい形で書けるかなとは思います。わわわしゃべってますけど、はい。そんな感じかなと思います。わわしゃべってすいません。本で、えっと、もともといただいている質問がこれでした。高1の4月編入入試と、あ、私答えられない。ごめんなさい。高1の4月ってことは、これは学芸国際の高1から入学したいってことですよねと、一 一般の高校受験ってこと、あれ、学芸国際って一般の高校受験ありますか<あ><う>ないので、ね、そうですね、答えとしては、編入試験しかないっていう形ですね。はい、他,他校のことなのかなあ、そかそか。答えとしては、<ー>そっか、いわゆるあの高校1年生の4月からこの学校に入りたいと思ったら、名称が編入になるんです、編入になるってことですよね、なので、編入試験しか受けられないっていうのが答え。はい ほ、ね、の学校の高校受験は全然併願できるかなと思いますそういう質問かな合ってるといいな合ってるといいなと思います。 いるかなはいそんなところでございますちょっとあの伸ばしてしまったりわわし喋っちゃったりしたんですけどえっとこれであの今日のウェビナーはここまで、えっとしたいと思いますあの30人を超える方にですねこんなずっと聞いていただけて大変嬉しく思いますあの学校の猫あの、ま、魅力と言いますかあのお子様に、ま、何よりもお子様に会ってそうかお子様が猫あの,あの移住するっていう大きな猫結構やっぱショックの大きいイベント を控えている中でも、まあ、その先にこうあの自分らしく楽しくあの健やかにこう育っている環境としてこう、ね、なんかイメージできるかっていうのがヒントになったらすごく嬉しいですしあなんかこの学校いいんじゃないかなってもし思われたのであればあの、まあ、なんかこうねあの あの試験問題やあの採点基準を通じてこう何を探しているのかのヒントになっていれば嬉しいですしもちろんですねあの弊社の対策をご希望いただければ大変嬉しくは思うんですが、まあ、何かこうあのご家族の歴史を、ね、こう作っていく上で何かご参考になっていれば大変嬉しく。 思いますあの、授業のお問い合わせはもちろん、ね、シーズンですので、あの、早めにいただければ大歓迎ですし、あの、そうじゃなかったとしても相談もですね、引き続き受け付けたいなと思いますので、何かあれば、LINE なり、あの、メールなりいただければ大変嬉しく思います。伸ばしちゃってすみませんでした。皆さん、今日はお忙しい中、お時間をさいていただきありがとうございました。竹けさんも、ゆうちにお礼を言うのも変ですけど、いろいろ教えてくれてありがとう。<laughs> ありがとうございます。 で皆さんありがとうございました。またあの、はい、お問い合わせいただいたときですとか、あの将来のウェビナーとか、もしかすると、ね、授業なんかであの皆様とお目にかかれますことをとても楽しみにしております。では今日はありがとうございました。失礼いたします。さようなら。では、お部屋も閉じますあ。ありがとうございました。では、失礼します。さようなら。